チャルメラ、明星チャルメラ、醤油、こいつを食べたいと思います、ね。これガキの頃何回か食べた覚えがあるけど、もう何十年食べてねえから味もあんまり覚えてないね。あとはね、こんな感じ、こんな感じのところだね。外で女の子が、若い女の子がはしゃいで遊んでるね。うん、若いって10代っていいよね。未だに俺も10代のように遊んでるけど、体力の復活がすげえ遅くなったなーって感じるよね。ここすごい人が来るんだね。モスバーガーがあるんだ。進化した麺とスープ、新しさを取り入れながらチャルメラはいつもの美味しさをあなたにお届けします。そのことです、何が入ってるんだろう。粉末スープ、これがこんな感じなんだね。添加物、まあ、全部この麺も添加物だろうね。いやしかしここ最近 YouTube 麺と登録者が一気に増えて、ここ1ヶ月で本当皆さんありがとうございます。みんな登録してくれるから、やっぱこうやってやっていけるし、俺も楽しくどん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 なんか進化していけたらいいなと、日々精進、そんな感じ。今日は3月19日、ここは今日は愛知県豊橋市、もうすぐそっち10分15分走れば浜名湖なのかな。ここはそんなところで今日はラーメン、ラートラ。こういう枠までなんか、なんか暇やな、こういう枠までが。楽しいよな、やっぱり。雨もやんだし、よかったよかった。お湯が沸きましたね。シーツも恒例の、いやあ、いい感じだね。3分かよね。水が強くて弱火にする。気持ち弱火にする。こんな感じです。チャルメラってどういう味だったか全然覚えてねえや。今日はチャルメラスラーメン、もちろん俺はまだまだやるぜ、男気満載、あふれる展開。よし、スパイス投入、 OK。やべ、完成したっぽいで。チャルメラ、ラーメンはやっぱ早くていいね。こんな感じ、こんな感じでござんすよ、うん。それではチャルメラいただきます。スラーメンチャルメラ。親に言われる悲しい、俺だってマジごめんよママ。うん、あ、なんかガキの頃、小学校の時に友達に来て食べたラーメンの味がするな。懐かしい、すげえ懐かしい味がする。あれメンバー、うん、うまい。やっぱ昔からあるラーメンは
うまいのかもしんねえな。だからやっぱ生き残ってんだろうな。上野昔10年前ぐらいよく俺ラップやってんだけど、日本に住んでる外国から来た友達結構いるんだけど、20代の時つるんでたから結構英語のやり取りしてて、当時は結構なんかなんだかんだでお互い言いたいことも言えたし結構通じ合えたんだけど、10年ぐらいやってなかったらもう英語結構忘れちゃう。喋れないわけではねえんだけど、まあ文法はもともとできないんだけど、徐々に英語も喋るようになりてえし、ああ磨いて、スペイン語に興味があって、だからさ別にスペインに興味があるわけじゃなくて、俺が興味あるのは中南米で、メキシコも20代の時に一回行ったことあるんだけど、全く何言ってるか分かんなかったから、多少なりの最低な言葉を覚えてったんだけど全然分かんなかったね。英語みたくは全くいかなかった感じで、英語とスペイン語が喋れたらいいなって思って、トラックの中一人でずっと一日車乗ってくから、その間に俺は少しでもなんか自分がいい方向に、全てにおいて意識でも何でもそうなんだけど、常にスキルアップ、していけたらいいなっていつも思って、少しずつ勉強を結構少しずつ、少しずつだね、去年から勉強してんだけど、俺10代の頃全く勉強してなかったから、学校の成績も悪かったし、追試受けたらその追試のまた追試とかそんな感じぐらい勉強しなかったから、だからその時はその時で、その時にやりたいことがすげえあったし、全然後悔はしてないよね。やりてえ時に、自分が本気でそう思った時に本気でそこに取り組めればいいんじゃねえかなって俺はそういう考えだね。やりたくねえ時にやったって覚えるわけねえし、やりたくねえんだから、やりたい時に、自分がそう心がそう思った時にやるのが一番いい時だよね。動画これいつもの俺の日常茶飯事を動画で映してるだけなんだけど、すげえなんかみんな登録してくれて、コメントとかもすげえうまそうとかいろいろなコメントもほんとくれて、俺もなんかこうやってて、アップしてよかったなと思うし、なんか少しでもみんなの笑顔が広がればいいなってすげえ思うな。映画のトラック野郎も菅原文太の他に結構憧れる好きな映画とか、まあ男は辛いよとかさ、いろんなのあるんだけど、俺が好きになる映画って主人公が恋をするんだけど最終的に一人なんだよね。なんかそういう映画がガキの頃が好きで、でもそれがなんか男臭くて、そういうところが好きで、なんかそういう生き方いいなと思って俺もしてたら、いつの間にか40マジか、今年39なんだけど、同じような生き方しちゃったら、俺はトラック乗りてえなと思ったのは、小学校3年生の時、今みたいに週休2日じゃなくて土曜日は学校だったんだね。俺の時は半日学校 で帰ってくると映画がやってたんだけど、土曜日そこでよくトラック野郎やって、8歳かな9歳か分かんないけど、それくらいの時に、まあ、小3の時に見て、それが街道のやつ、なんだっけ、街道のやつって何だったっけな、燃えろオホーツクとか書いてあったんだけど、望郷一番星か、釣り橋渡るやつ、
ガキの頃、まあ、大型トラックいいなーって、俺も将来大型トラック乗りてえなーと思って、それから思ってもう最初から俺20歳の時にも大型免許取っちゃって、21からもう18年か、長えな、そこそこ長いね。スープもうまいねこれ。完食。完食。チャルメロ久しぶりに食ったけどうまかったなこれ、うん。醤油ラーメンの中ではチャルメラ結構いけてる方なんじゃねえのこれ。いつもずーっと塩ラーメンばっか食ってたから、最近こうやって YouTube にいろいろアップしてるんで、いろんなのを食べるようになったけど。うん、まあうまいのもあればまずいのもあるし、でもチャルメラこれ、うん、結構うまかったね。ごちそうさまでした。うまかった。今日のラートラここで終了かな。だいぶ喋っちゃったからな、まあ、とりあえずこんな感じで今日は終わりにしようと思うんで、えいよ、今日は食ったぜチャルメラ、俺の気持ちはメラメラ、頭常にテカテカ、つまりスキンヘッド、俺が羽生のゲート出身、一歩一歩前進、下からこうやって未だに生きてるぜ、死亡しそうなことは何回もあった、でも俺は腹減ったぐらいにハングリー、精神前の方に脱し、俺は脱進せず過信せず、自分の気持ちに正直に謙虚に前に進む方向。そんな感じで今日は豊橋からチャルメを食ってみたぜ。また早ければ明日の朝かな、何かやりたいと思うぜ。そんな感じ。ピース。イエー。